おじいちゃん、タクシーが来ません。はい、どうしますか。今来ました。今来ました。ほら、あれ違う、あれそうかな。みんちゃんが近道を通ってくれる。そうだね、うん、ありがたいね。こっちで合ってるっけ。うん、これでいいんだよ。あそこのスーパーから曲がってくれた。あ、伊藤洋華堂のとこ。伊藤洋華堂から、うん、斜めに入ってくるぞと私もこれ出てくるから。疲れてませんか。疲れてないよ、うん、行列作んない車。だってもう3時、3時過ぎだろ。あ、途切れ持ってこなかった。うん、3時過ぎだよ。3時頃だろ。どうでしょう、おじいちゃん。お墓参りを終えて。うん、やっと安心しました。安心しました、うん、いい年を迎えられるんで、うん、帰りましょうか。はい、はい、何にしました。カルピス。はい。さあ、おじいちゃん、公園でゆっくりしようと思いましたが、はい、ちょっと寒いですね。寒いから帰りましょう。うん、帰りましょう。はい、はい、おお、ウニから行くか。うん、ウニがこれ。ウニだよ。どうですか。ゆっくりな、ゆっくりゆっくり。まあ、うん、美味しいな。うん、食ったことないやつだな。これもいいか。ん、これネギトロ。ネギトロ、うん、これはアナゴ。うん、あ、使わないでいいよ。お、大丈夫か。うん、うん、よく食うな。いいぞ、うん、ちょうどよかったな、この量で。1年の締めくくりですからね。うん、美味しいもん食って。それにも贅沢だな。うん。
か。大したもんな。それはトロです。カルピス合う、カルピス合う、うん、お茶の方がいいんじゃない、本当わかんない、うん、まあ俺も気に飲むじゃん、うん、あー美味しい、いいね、いいじゃないか、今年の締めくくりにしたら充電だったな、うん、これ醤油も違うんだな、そんなでもそんないい醤油なのか、うん、醤油の味が違うよ、全部食っちゃった。昼食して今日が24回目の1月17日。気づけば人生の半分以上をこの街で過ごしていた。いや、うまかったね。うん。久世商会って
ていうのをもらったよ。これお客さんから今日届いたやつ、なめたけ、七味なめたけ。歌いしなかったの？うん？チューステイ、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 チューねえ、だってやっちゃん来んだろ。いや、ちょっと食いきんねえかんだよ。いや、一応残しとかねえと。でも全種類余ったらまた食べますから。うん、じいちゃん、卵食わないの？卵食べる。うん、たくさんだ。たくさん、うん、じゃあもらっちゃうよ。うん、じゃあお箸どけてください。はい、蓋閉めます。はい、こっちは、うん、あ、蓋あるのか。うん、すごいね、1万とかな。びっくりしたな。